皆さんこんにちは。今回は対ご機嫌中飛車ですね。相手の方余談なんですけど、なんていうか対局数がすごい少なくて、あれなんですよね。すごいストレートで余談になられた方っぽいので、かなりの猛者感が漂ってるんですけど、ちょっと頑張っていきたいなと思ってます。まあ銀引くか。で、まあ銀上がって、ちょっと左側に玉を、あ、玉じゃない、銀をくっつけて、囲いを優先で、四枚穴熊に組んでいきます。とりあえず四枚穴熊まで組めれば安心ですね。端を受けておこうかな。最近なんか端を受ける穴熊流行ってますよね。藤井四冠、藤井竜王も結構端を受ける穴熊が多いっていうのを聞いたことがある気がする。2四歩は同角なんかな。8六角とかぶつけたいけど、同角同歩。まあでもぶつけるか。なんか端狙われてるのも気持ち悪いので、同角同歩で角をぶつけて、まあ2四歩、2筋の攻めが間に合えばいいなっていう感じですね。2四歩同歩同飛車。うん。まあでも、こういうのって大体あれなんですよね。この2四歩が間に合うことはなくて、どっちかというとそれを見せて相手の方、それを見せられてる相手の方は、まあゆっくりはできないんですね。あんまりゆっくりしすぎると本当に2四歩が間に合ってしまうので、こう、間に合うことはないんですけど、その、間に合うことはないんですけど、相手の方としては焦らされてるので、ここである程度急いで攻めてくるんですよね。で、こちらとしては、その急いで攻めてきたところをうまく対応して、反撃するっていう流れになりやすいですね。まあ、攻めを焦らせてるっていう感じですね。この2、4歩を見せて。なんで、ここからのポイントは、相手の方がすごい攻めてくると思うんですけど、そこをこちらがうまく対応できるかっていうところになります。相手の方が攻めてきて、それがうまくいってしまうと、相手の方が良くなりますし、まあ、こちらがうまく対応できるとこちらが良くなるっていうところで、相手の方の攻めがどうなるかっていうのがここからのポイントですね。角打ちはすごい手やな。一応飛車寄れば、ん？これ飛車寄ったら角積むから困るんじゃないかな。で、歩取ってくるっていう狙いだと思うんですけど、これ、同金は角成られちゃうんですけど、引いてここの地点に足し、金を利かしておけば、角の行き場所がないので、これは冷えって感じやな。まあ取りますけど、5六歩で勝負ってことですか。まあでもただ、これはさすがに角得なんで、リードは奪えてますね。6七歩なり、まあ同金かな。同銀なり同金で飛車成られるんですけど、まあ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 、さすがにね、さすがに、角得ですよと言っておいて、まあ、3七に逃げて、ここに利かしておきますか。同竜は同桂なんで、まあ、これは、相手玉桂頭にも嫌味ついてますし、だから取ってきたんか。さすがにいいと思うんですけど、油断はできない。5六角とか打って、こう相手玉頭を狙っていきたい気もするけど、6六歩同金、角とか、そういういじめ方もあるかな？どうやろ。まあ、そんな感じでちょっといじめてみますか、金を。まあ、守りの金は狙っていきたいので、こんな感じで、守りの金をいじめつつ、刺してどうか。いや、角得はさすがに大きいですよと言っていきたい。歩を打って拠点ができるのも大きそうですね、これで。桂馬が入れば桂馬があるので、角なって無理やり桂馬を取りに行く手もありそうですし、他はどうかな。まあでも角なりも大きそうやけどな。シンプルに。そもそもこっちへの攻めがないと思うんですよね。
じっと角を成ってこの桂馬を取って桂打ちを狙いに行きたいと思います。この飛車がこう守りに効いてるのが何気にあれですね、大きいですね。こちらとしては安心。やっぱり穴熊ってここに桂馬つけて、あ、そうですね、ちょっと相手の方駒損厳しいですね。感想戦していきます。というわけで感想戦していきます。あ、逆ですね。まあ、こちら後手番だったんですけど、穴熊の将棋でしたね。で、穴熊にすると相手の方は穴熊か美濃囲いか二択なんですけども、今回は美濃囲いでしたね。まあ、結構、プロ間では、こちらが、居飛車側が穴熊にすると、振り飛車側も穴熊にすることが多いと思うんですけど、アマチュア感というか、大図で指すと美濃囲いの方が、まあ、方がは言い過ぎかな、55ぐらい。なんか、美濃囲いも結構多い印象があります。で、こんな感じで、相手の方は高美濃に組んでって感じなんですけど、歩をついて回戦してきましたね。同歩は、まあ、同歩もあると思うんですけど、同銀で、基本的に攻めの銀って5段目に出られると、攻めの成功してる形なので、逆に言うと、攻められてる側としては失敗なので、ちょっと嫌かなと思いました。なんで、角をぶつけて、同歩ではなくて角をぶつけてちょっと戦いを起こしに行くっていうところですね。まあ、このこちらの角今使えてなかったんですけど、相手の角はこちらの端を睨んでて後々すごい働いてきそうな角なので、まあ、こちらの働いてない角と相手のこうすごいいい位置にいる角の交換になるのであれば、まあ、十分かなっていうところですね。で、同角同歩、まあ、でも結構今の大事で、こっちの働いてない駒と相手の働いている駒を交換しに行くっていうのを意識すると、まあ、結構駒が使いやすいというか、まあ、相手の方としても嫌なこう差し回しができるかなと思います。相手の方は角打ってきたんですけども、これは飛車を寄って、歩を取って、同金と取ると、ここになれるんですけども、金を引いて、この真ん中の地点を守っておく手が残っているので、これで角が積んでいるので、この辺りではっきり良くなったかなと思います。まあ、相手の方は角損が確定しているので、こんな感じで急いで攻めてくるんですけども、まあ、こちらとしても系統攻めが急所の攻めで、一応同歩なら、狙い筋として、こう歩を打って同金に角を打つみたいな手があります。まあ、これで飛車と金の串出しですね。まあ、一応こうやって飛車を受けば、両取り受かるんですけども、まあ、この形自体がこう、危険な形っていうのと、あとこちらが無理やり攻めていくならもう角打ちみたいな、まあ、駒得を生かしてこうゴリゴリ攻めていくような手があるので、まあ、こういう展開になると相手の方としては嫌かなと思います。なので、歩成りから攻めてきたんですけども、まあ、金を引いておいて、飛車取りにしてくる手には飛車を浮いて、こう守りに効かしつつ飛車を逃げておけば、こちら駒が綺麗に使えてるので、まあ、十分かなと思います。あとやっぱり角得が大きいですね。何回も言うんですけど、角得は大きいですね。で、歩を打って、同金に角を打って。で、そうですね。相手の方は、あ、ちょっとなんか固まってたな。角を打って、引いた手に歩を打って、こう金を引かせて、まあ、ちょっと相手陣硬くなったようなんですけども、こうさせると、この地点に隙ができて、ここに桂馬を打つ手がすごい厳しくなるので、角を成って、その桂馬を取りに行きました。まあこれ、そうか、でも3三桂って逃げる手があるから、そんなにやったかな。てか、そもそも、この、角を打った時に、こっちから打っといた方が良かったかもしれないですね。同じように進めば、こう角を成った時に、こう桂馬に同馬って取ることができるので、この微妙な違い、で、結構将棋変わってくるので、ここまで、こういう微妙なところも考えるのが大事ですね。と言い聞かせて自分に。まあでもそうですね、この局面は、まあ桂馬を仮に逃げたとしても、やっぱり相手の方は駒損が大きいですし、こちらとしてはまあ馬もできてて角得で、まあ、例えばまあ銀張り付くみたいな食いつき方も残っているので、まあこちらとしてはかなりいいかなと思います。で、相手の方としても、まあちょっとこう、早い局面ではあるんですけども、ちょっと攻防ともに見込みなしということで、相手の方の投了になりました。1級から2段の方向けに達成率が上がる次の一手問題を、YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しくは概要欄からご確認ください。